札幌競馬場は北海道札幌市中央区にある中央競馬の競馬場。1907年10月に総園駅付近の現在地にて開設。施設所有者は日本中央競馬会で北海道競馬が開催していた際は施設を JRA から賃借していた。JRA では機械催時も場外発売所として使用しているほか トレーニングセールの会場としても使用される。札幌市の広域避難場所に指定されており、大規模火災の発生時には避難所としても使用される。旧正門、メインスタンド1971年に竣工した旧メインスタンドは小規模な改修を加えながら41年にわたり使われ、取り壊しを伴う大規模なスタンド改築は長らく行われなかったが、 2012年10月より現在地で新スタンドへの改築工事に着手2013年11月30日より新スタンドの一部となるパークウィンズムネが先行開業2014年7月8日に竣工式が行われ同年7月26日にグランドオープンした新メインスタンドは札幌競馬開催期間のほか機械再備の場外発売に利用する パークウィンズムネと札幌競馬開催期間中のみ共用される地上5階建てのスタンドムネの2棟に区分。1.2階が一般席、3階は指定席エリア、4階は馬主席エリア、5階は業務区域となる。日本の競馬場では初めてとなるテラス席、も岩テーラスがパークウィンズムネの2階屋上に新設された。パークウィンズムネにはこのほか。 天井の高い開放的な室内空間、ファンファーレホールも設置された。馬場内には投票所のほか、子供向け遊具、パカパカドームや水遊びができる、ジャブジャブ池、馬車の試乗会や、体験乗馬などができる、ポニーリンクがある。芝コースダートコースともに平坦な右回りコースで、全体として大きな高低差はないものの、高渉面は、 芝コースとダートコースで異なる勾配が付けられている。障害競争用コースは設置されていない。芝コース、ダートコースともに丸っこい形状が特徴で、楕円型というよりも円形に近い。芝コースは一周距離が1640.9メートル、ある割に第4コーナーからゴールまでの直線が短く、コーナーの半径も大きく取られて緩やかになっている。 一周のうち直線距離よりもコーナーを回る距離の方が長くスパイラルカーブも採用されていないためバグンの外を回れば回るほど距離のロスが大きくなる。ゴール板は第一コーナーに差し掛かる手前に設置されている。競馬エイトの松本博士が JRA 全従競馬場のコーナーについて曲線やカーブの大きさを表す R 値を算出して比較したところ札幌競馬場は 最も大きかった東京競馬場に次ぐ値だという。ダートコースも同様で、一周の距離は1487メートルで、中京競馬場に次ぐ大きさであるが、直線の長さは264.3メートルとやはり一周距離に、比して短い。1989年に新設された洋芝コースは、野芝に比べ寒さに強く、緑色も鮮やかで見栄えが良い反面。 メンテナンスに手間がかかるため、野芝より痛みやすい上耐久性に乏しく、パワーとスタミナを要するとされ、馬により適性も異なるため道外の競馬場で結果を残せなかった馬が札幌や函館でいきなり構想する場合がある。また、洋芝はしっかりと整備された馬場状態であれば、野芝と比べても遜色のないタイムが出るものの、開催が終盤になるにつれて、 内側の芝に痛みが目立つようになり、内側のコースを通る馬が苦戦する傾向がある。このため、馬場の外側から刺してくる馬も見られる。福島競馬場や小倉競馬場など、小回りコースを得意としている馬であっても、札幌、函館では、結果を残せないケースも見られるため、近年では、札幌、函館の用芝コースに対する適性が、馬券検討などでもある。 程度重視されるようになった。現在のダートコースは当初長距離用馬場であったが、北海道競馬では1975年からレースで使用していた。その後外回りコースが芝コースに改修されたため、中央競馬でも新・ダートコースとして使用を始めた。前日の通り、北海道競馬は2010年以降、札幌競馬場での開催を行っていないが、 開催権を保持していた2014年度の距離設定も平記する。1910年の札幌競馬場左回りだった頃の札幌競馬場正面左側と工場面右側にポケット地点があることがわかる札幌競馬場の起源は明治初期に公道で行われた仮設の直線コースに由来し北海道庁付近のホップ園を周回する仮設馬場を 経て1878年に開設された札幌育種場競馬場まで遡る。北海道では開拓にあたりアメリカからエドウィンガンを招いており、札幌育種場競馬場の指導にも関わっている。このため左回りが主流のアメリカ競馬の影響を強く受けており、札幌育種場競馬場やの地に移転された中島遊園地競馬場も左回りとなった。 1907年に現在地で札幌競馬場が開設された頃にはアメリカから受けた影響も薄れ横浜競馬場などと同様に右回りとなった当時は決勝戦が正面直線の真ん中に設けられていたため左右どちらの回りでも最後の直線距離はほぼ変わらなかったこともあり右回りのほか左回りでも競争を行っていた 1931年8月14日の札幌競馬を住の宮が観覧したことを報じた。北海タイムスでは札幌競馬特有の左手前競争に特に興味を示した胸が書かれており、札幌の左回り競争は当時の名物であった。札幌競馬は太平洋戦争による中断を経て、1946年7月に 新中軍主催のアメリカ独立記念日を祝う競馬会として再開。新中軍は戦争中に畑になっていたコースをわずかついたちの特管工事で整備。整備はアメリカ軍が手掛けたため、本国と同様に札幌競馬場は再び左回りとなった。この際に第4コーナーへ合流する引っ込め線が設けられ直線に近い形の800メートルと、 引っ込め線からスタートして一周する2400メートルの競争が行われていた。こうして札幌競馬場では1974年まで左回りでレースが行われ、1975年のスタンド増改築工事と共に右回りに変更された。1968年までは左回りの砂コースで、1969年から左回り、ダートに変更された後、 1975年に右回り、ダートに変更。1989年に100%用芝の芝コースが新設された。札幌競馬場付近の空中写真。ダートコースが2本あることがわかる馬場内に見える白い部分は試験養生中のよう芝馬場国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成1988年までの札幌競馬場には中央競馬を開催する競馬場としては唯一芝コースがなかった。従来 JRA の競馬場における芝コースでは陶器に枯れて休眠する性質を持つ団地型芝を使用していたため陶器の冷え込みが厳しく積雪量も多い札幌では野芝を植えてもただ生えているだけ。 の状態で馬場に使用することができず、芝コースの設置は、道内でも、比較的温暖な函館競馬場が北限とされていた。しかし、札幌と同様に冷涼な気候の欧米では、芝の競馬が行われていることから、JRA では1977年より競争馬、総合研究所が中心となって、札幌競馬場の気候条件に適した、天然芝の研究、 開発に着手し、寒さに強い性質を持つ複数の用芝を用いた、馬場生育法を確立。これにより、札幌競馬場でも芝コースの設置が可能になった、ことで1989年に外回り、ダートコースを改修し、ケンタッキーブルーグラストールフェスクペレニアルライグラスの3種類を、混成させた100%用芝の芝コースを新設。その後、 1994年には、函館競馬場でも芝コースを洋芝に変更するコース改修が行われた。なお、1989年の JRA 札幌競馬は芝を育成、保護するため、シンガーアートコースのみで行われ、芝コースの運用開始は1990年からとなった。芝コースの土台となる路盤も洋芝に適した構造の研究を進めた。 従来、競馬場の芝コースにおける路盤はしっかり、締め固められた山砂層の上に黒土の肌土を置き、その上に芝を張るのが常識とされ、雨が降っても国土層より下に蹄めが潜らない上、芝の管理にも適した路盤構造とされていた。その反面、ひとたび、雨が降ると、ゴール前では、馬も人も泥で真っ黒になる事態も発生した。 このような悪条件を解消するために吸水ローラーが開発されたりもしたが、札幌競馬場のロマンはそれすら必要とせず、馬場全体を均一に保つことができる画期的な馬場構造を実現した。また、札幌競馬場の芝コースは非常に水はけが良いため、芝コースの馬場状態が10になることは少なく、不良まで悪化したことは2019年まで一度もない。その後、 他の JRA 競馬場でもこれを応用した馬場構造が採用されたほか、後術のオーバーシード法とともに天然芝を用いるサッカー場の構造にも応用されている。一方、JRA ではもう一つの課題として芝コースの通年力化という悲願もあった。1981年にジャパンカップが東京競馬場に創設されたが、当時東京競馬場の芝コースは、 の芝のみを使用していたため、ジャパンカップの試行時期にあたる11月下旬には、の芝が冬枯れし、芝コースも茶色くなっていた。第1回ジャパンカップで招かれた外国の関係者が、茶色くなっていた東京競馬場の芝コースを見た際、どこに芝ババがあるのなどと言われ、これが JRA に芝ババの通年緑化を決意させたきっかけとされる。その後、1986年から、 競馬学校やトレーニングセンターの芝場場を使った調査試験に着手し、団地型の,の芝の上に、勘地型の洋芝の種を秋に巻いて発芽させる、冬季オーバーシード法の技術が確立された。最初に実用化されたのは1991年の阪神競馬場で、1995年までに札幌と函館を除く JRA の8競馬場、美保、立東の角、 トレーニングセンターにおいてもしばばばの通年力化が実現した。その後、各競馬場の開催時期に合わせた3種類のオーバーシード法が導入され、工夫や改良が施されている。レースの模様を2019年は7月27日から9月1日まで2回12日開催。すべて第3馬開催として扱われるが、夏季競馬で、 唯一の GII 競争も施行されるなど、同時開催しているおもじょうより注目される場合もある。また、函館競馬場と同様に、一般競争も含め多くのレースで、関東所属と関西所属の馬や機種が混在する。なお2020年は、当初7から9月に、第1回と第2回の計14日間の開催を連続して行うとしていたが、東京オリンピックのマラソン、 競歩競技が当初の会場だった東京都内の猛暑対策の観点で札幌市周辺に変更された関係に伴いその警備上の観点から当初の第1回箱立て開催と入れ替える形で第1回札幌を6の7月に6日間繰り上げて開催することになるも新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う東京オリンピックの開催延期により当初の 発表通り7から9月の第1点2回連続7週間開催となる。また、同年の開催前日はコビット1 9の流行により客を入れずに無観客競馬として開催された。2021年は東京オリンピックのマラソン、競歩競技が札幌市で開催されることに伴い、その警備上の観点から第1回札幌を6月の3週間。 第2回札幌を8の9月の4週間で開催される予定。2015年現在、施行されているのは以下のご競争。全レース100円単位。発売、発売なし札幌競馬場では中央競馬のほか、1953年から2009年まで北海道競馬も開催しており、中央競馬を開催する競馬場としては最後まで地方競馬を閉催していた。 2010年以降は、北海道競馬が門別競馬場での単独開催となったため、以後は中央競馬のみ開催している。開催を行わなくなった2010年以降も、北海道地方競馬実施条例には、四港競馬場として札幌競馬場が残されているほか、北海道競馬の番組編成要領には、 札幌競馬場での出走可能等数など、札幌競馬場に関する記述が2014年時点では残っていた。地方競馬全国協会の公式サイトでは、競馬場ガイドのページに、札幌競馬場は記載されていない一方、地方競馬のあらましのページでは主催者と競馬場の一覧に、中央競馬との共用競馬場として、中京競馬場とともに、札幌競馬場の記載がある。 北海道競馬では2021年に一般のファンから第3期北海道競馬推進プランの素案に対する意見を募集し札幌競馬場での開催を望む声もあったがコスト面での問題から札幌での開催は困難としているまた北海道競馬による場外発売所としても使用されていたが2009年の開催最終日をもって場外発売を終了した 2005年以降の札幌競馬場における北海道競馬の開催日数は以下の通り。開催日数は2007年から大幅に減少し、2009年の開催日数はわずか6日だった。2010年以後は門別競馬場会場として原則的に全ての開催日をグランシャリオナイターとして施行しているため、札幌競馬場での北海道競馬は休止扱いとなっている。 このため2009年が現状最後となった。JRA ではコース回収をした最初の開催を通じて距離別、コース別をのでの最高タイムを基準タイムと定義しており、次回催以降に基準タイムを上回った場合に初めてレコードタイムとして記録される。北海道競馬では基準タイム制度を設けておらず、 レコードタイムも中央競馬開催時とは別に記録している。このため、ダートの競争では、北海道競馬のレコードタイムが中央競馬のそれを上回るケースも見られた。すべてサラ系の競争のみ記載。出展、JRA 公式サイト中央競馬レコードタイム、札幌競馬場芝コース芝コースダートコース、ダートコース2009年シーズン終了時までの記録。 3歳以上における2000年以前の記録は、キューバレー表記で記載。中央競馬開催における、レコードタイム、基準タイムよりも早い場合は、タイムを、太字で表記する。参考資料、レコードタイムルームダートコースダートコース、競馬開催日は、札幌競馬場総演駅間、札幌競馬場24県駅間に、無料送迎バスを運行している。ありがとうございます。